イオングループイオングループの商業ブランドザビッグザビックはイオングループが展開するディスカウント型スーパーマーケットである。エブリデイ、ロープライスを基本コンセプトに実用衣類と生鮮食料品を中心に衣食住に関する商品全般を扱う。ザビックの名称は店舗の発展と成長を願い命名された。ザビックはもともと マックスバリュー西日本の前身の一つで山口県と広島県を地盤にスーパーマーケットを展開していた株式会社緑が既存業態の不審を機に1989年9月に岩国店を転換してオープンした独自業態の店舗であった。以降、1991年12月までに既存の緑12店をすべて転換。その後、 1992年から1993年にかけて同館内の産業ジャスコより3店舗を移管し、ジャスコのリブランドを行い出店した。当時の店舗コンセプトは、荒利益率を3分の1に減らすことで、商品回転率を高める戦略だった。当初、イオングループ全体で見たとき、従来からのイオンのディスカウントストア業態である、メガマートと特別する意味もあって、 メガボルト西日本ではこの店舗形態そのものをビッグと称していた。山口、広島の店舗では持ち帰ることが可能な家電製品等の扱いもある。ほかつては冷蔵庫、洗濯機、液晶テレビなどの大型家電を取り扱っていた店舗も存在した。その後、ザビッグをイオングループ共通業態であるスーパースーパーマーケット、 マックスバリューなどへ転換する施策もあって、店舗数は減少傾向にあったが、2008年以降、消費者のデフレ思考に応える形で、マックスバリューやジャスコをディスカウント業態であるザビック店舗に転換する動きが見られ、関東、北陸、三つ広を除く全国のマックスバリュー運営会社により展開されるようになっている。さらに、2009年以降は、日配品中心だった。 メガマートを食品中心のザビックへ2011年以降はイオンリテール運営のイオンスーパーセンターを派生業態のザビックエクストラにマックスバリューチューブが運営していたバリューセンターを派生業態の小規模店舗であるザビックエクスプレスへ転換する動きも見られる。これらにより店舗数は再び伸び派生業態を含む グループ全体の店舗数は228店舗となっている。なお、イオングループの他業態店舗の業態転換による出店の事例が大半で、純然たる新規店舗は70店舗と全店舗数の約3割程度にとどまる。出店形態そのものもディスカウント版、マックスバリューとの位置づけが強くなり、ジャスコの1階部分のみを転換した暮らしき店や、 マックスバリューとして出店計画していたものを開店直前に転換した国分寺店などこれまでのザビック店舗とは携帯のやや異なる店舗も同乗している。またザビック焼山店は一度マックスバリューに業態転換しているが数年後増傷し再度ザビックとなっている。イオングループの商業ブランドの多くがイオン発祥の店舗ブランドに集約される中で 防流企業の店舗ブランドがグループ全体の主力ブランドにまで拡大した数、少ない例である。店舗のロゴデザインについては当初は赤字に黒文字車体でザビックと書かれたデザイン。その後ビックをデザインした赤色のロゴデザインに変更されたが2009年の平島店以降にオープンした店舗についてはオレンジを基調とし新ブランドマークとしてプライスバレを加えた。 マックスバリューのものに類似した新しい店舗、ブランドロゴを導入した。また、2011年3月に総合スーパーの店舗ブランドをイオンに統一するのに先駆け、後日の同年2月開店のエクストラ安手により、左側にイーンロゴを配した店舗ブランドロゴにマイナーチェンジされている。旧ロゴの時代にオープンした既存店舗の看板類の掛け替えは、 リニューアル店舗を除いて行われていないが、マックス・バリュー・東北では、既存の店舗も公式サイトや、折り込みチラシで、イン・ビッグ表記を用いている。なお、マックス・バリュー・東北と琉球・ジャスコでは2代目、ロゴ時代には、店名が中黒が入らない、ザ・ビッグ表記となっていた。店内での BGM として、オリジナルソング、ザ・ビッグソングが流れている。 メガボルト西日本のウェブサイトで、聴取可能となっている。メガボルト西日本が近年になって流し始めたものだが、運営会社が増えていくにつれて、多くの地域で流れるようになった。ザビックは、売り場面積2000平方メートル5000平方メートルで、広域証券を対象としているが、以下のような派生業態も存在する。ザビックエクスプレス。 編集都市型の商証券を対象とした売り場面積、1000平方メートルクラスの小型店舗業態。イオンビック並びに、イオン北海道、マックスバリュー南東北、イオン九州、イオン琉球の一部店舗で展開している。なお、マックスバリュー西日本では、同クラスの小型店舗でも、ザビックとして営業している。かつては、マックスバリューチューブも展開していたが、 2019年6月に全店をイオンビックに移管したザビックエクストラ編集ザビックよりも店舗面積が広く品揃えを充実させた店舗業態多くはイオンスーパーセンターから業態転換された店舗や新規出店店舗中心だが寄付池田店はメガマートとマックスバリューを統合して転換カリヤ店はメガマートを転換したものである イオンビックが運営する店舗が多いが、マックスバリュー西日本も運営している。現行店舗の詳細はイオンお客様サイトの店舗案内を参照各社の営業エリアは各社の記事を参照。なお、北陸地方には未出店。マックスバリュ中部並びにマックスバリュ東海が運営していたザビックはイオンビックに移管されたが、これは 両社が2019年9月1日に合併するにあたり、両社の事業を通常のスーパーマーケットに集約するためとしている。またこの遺憾以前は、愛知県、三重県、滋賀県には、イオンビック運営とマックスバリューチューブ運営のザビックが並存していた。反例、運営空欄、運営なし、過去に運営していたが撤退毎月第2日曜日には、ザビック独自のサービスデーである。 ザビックデーがすべての運営店舗共通で開催されており、カードの有無を問わず5%割引となる。なお、イオングループ共通のサービスデーである、お客様ワクワクデー、GG 感謝デー、お客様感謝デーも実施されているほか、イオン北海道、メガボルト西日本、イオン九州を除く店舗では、アリガ10デーも実施される。一部の運営会社は、マックスバリューも運営しているが、 全てのサービスデーがマックスバリューと共通になっているとは限らず、一方でのみ実施されるものも存在する。マックスバリューサービスデーも参照マレーシアにおいてイオンビッグの名称で同様の店舗を展開している。店舗ロゴは日本国内での3代目マイナーチェンジ後のものと同じイオンビッグ表記。2012年10月31日にフランスのカルフール SA 参加で マレーシアにおいてハイパーマーケット事業を展開するマグニファションとダイアグラフ SDNBHD と同社の株式を保有するカルフールマレーシア SDNBHD の発行済み株式のすべてをイオン株式会社が取得して子会社化しマグニファションとダイアグラフ SDNBHD はイオンビッグ SDNBHD に称号変更した 同年12月8日にはイオンビッグマレーシアへの称号変更後初の新店としてディスカウント型スーパーマーケット業態のリバーウォークビレジ店をオープンし翌年の7月25日には称号変更後初となるハイパーマーケット業態の新店舗クルアン店をオープンした2014年12月現在ハイパーマーケット業態24店舗 ディスカウント型スーパーマーケット業態5店舗の計29店舗を展開している。ありがとうございます。